ミッド TV ウェブ。ミッド TV シンガーソングライター有松くるみと、はい、北陸アイドル部のクリスタルボイス、せいちゃんこと奥村せいかと、はい、キャプテンの松井ゆかりです。さあ今週のミッド TV はビッグなゲストをお呼びしてますよ。誰だと思いますか？ヒントはアーティストの方です。レディーガガさん。違います。テイラースウィフト。ブー。日本人の方です。ユズ。ビーズ。違います。ミスチル。違います。入りづらい。ミスチルかと思いました。テイラースウィフト。どうぞこちらヨーコールガンさんです。ついに来たぜ、ミッド TV。 すいません、こんな雑な紹介で本当すいません。まあ、仕切り直しまして改めて、はい、はいはい、ヨーコールガンの MC ペルタニと言います。はい、ヨーコールガンでラップしてます大谷と言います。よろしくお願いします。いや早速なんですけど、オルタナティブラップってどういうものなんですか？まあ、僕らはあのテクノ音楽だったり、ジャズとかロックとか、まあ、いろんな音楽にラップを乗せてもいいんじゃないかというコンセプトで、オルタナティブな、まあ、何でも乗せてもいいラップ、まあ、自分たちで作ったんですけどね、言葉をオルタナティブラップデュオっていう言葉自体を作ったので、2人が野々市出身ということで、野々市市の一の市の効果を歌ってるじゃないですか、やっぱその効果を作るにあたって大変だったことありますよね。まあ、歌詞はすごくこだわってで、その野の市に、まあ、関係のある思いとか、まあ、文献調べたりで、あとはあのヒアリングで野の市在住の方にいろいろ教えていただいたりとか、そういうワークショップを経て作ったんですよ、はい、なんでみんなで作った感がある、それではお聞きください。ヨーコールガンで一から。ヒントダッシュス飛ばしてくぜ、道なき道も散歩の気分で、行き先なんてどうなるかなんて、からはどこで撮影されたんですか？はい、あの曲ミュージックビデオは、まあ、僕らの出会った中学校から撮影しました。一から、まあ、その始めるというか、そういう意味があるんで、僕たちが出会ったその場所、そこから始めるみたいな。なるほど。初めて聞いた。いや絶対一緒に考えてました。野々市へのやっぱり愛は強いですよね。まあ、生まれ育った町なので、それこそ2人が出会った町だし、自転車で走り回ってっていうところなので、まあ、今回曲作るにあたっても一回町歩きました。でその上で歌詞を書いてあるしました。効果って聞くとやっぱり硬いイメージがあるけど、ヨーコールガンさんの手にかかれば、こんなにヒップホップで素敵な効果に仕上がるんですね。ありがとうございます。いいえ。いいえじゃない。一からまた新しい今日が始まる、また一からいつでも始める、あのチャイムと気持ちが重なる、一から一からまた新しい今日が始まる、また一からいつでも始める、あのチャイムと気持ちが重なる。ヨーコールガンさんの今後のお知らせとかありますか？はい、3月の7日に、まさに今流れたミュージックビデオの一の一でライブがあります。詳しくはホームページをご覧ください。ヨーコールガンさんありがとうございました。ありがとうございました。また来週、せーの、ミッド